はい、始まりました。ヒンマフィルムです。今日はなんとですね、僕の友達のですね、ハイエース紹介しようかなと思うんですが、これ普通のハイエースじゃないんですけど、興味あります？キャンピングはちょっと興味あります。あ、キャンピングカーって見てわかる？はい。少し勉強してきたじゃないの。横の出っ張りとかね。あ、出っ張りね。はい。ということでですね、これ、ハイエーススーパーロングスの、ワイドハイル。まあ、いつも前も僕が紹介したあのタイプね。それを、まあ、トイファクトリーさんっていうメーカーで、作ってるこの一番グレードの高いバーデン、バーデン、バーデンってのが一番グレード高い、バーデンが一番グレード高い、そのバーデンをちょっと紹介しようと思うんですけど、はい、どうですか、どのような紹介ですか、本当ですね、僕らはほら俺ら作ってるわけじゃないから、このバーデンの持ち主は同級生の友達なんだけど、4つねやっぱりね持って買ってもう3年ぐらい使ったのか 2,3 年使ってると思うんだけど、やっぱり不満があるっていうんだよね。それを聞きました。その不満を紹介したいと思います。どうぞお願いします。わかりました。人を削るみたいな感じじゃないからね。まあもうちょっとこうしたらいいんじゃないかっていう動画です。はい、じゃあ行きましょう。じゃあまずね、やっぱりね足回りなんですよ、ハイエースは。これはまあバーデンだろうが何だろうが、まあキャンピングカーだろうがバンだろうが、やっぱり足回り、やっぱりこのスーパーロングのハイルーフ、やっぱり乗り心地悪い。突き上げたりして。で、これは、カヤバの14段階のショック、新車の時点でもう入れました。打ち入れました。ほうほう。で、お客さんの方でこう、調整して、やっぱその突き上げなくなって、ショック変えただけ全然違う。ということで、まあ気に入ってもらったんです。でもね、俺ね、これもまあ乗ったことあるし、この間ね、UI ビークっていうメーカーさんあるんだけど、そこのね、全部のキットをフルで組んだのね。ショック、フロントのスタービーライザー、リアの追加スタービー、リアのリーフスプリング、これ取り替えたやつ乗ったの。すごいから。ほんと？全然揺れないから。びっくりした。まあ、高いよ。高いけど、やっぱり高いなりの価値ある。ほんと？うん。全然揺れない。全然揺れない。あ、それもね、結構すんです。リアのリーフについては、4枚型と5枚型があるんで、まあ、それもね、車の車重に合わせて。それキャンプ用法になってるんですか？今できる、できる。へぇ、できる。できるし、まあ、貨物でも全然。ファンでも全然大丈夫っていうのがあって、まあこれはねよくある、この車に限らずまあ足回りっていう、ハイエースよくあるあるあるは足回りをまず変えましょう。そして次です。見てください、なんかこんな感じです。すごっ、かっこいいよね、これ。これ天気ね、照明もすごい、やっぱこう作りかっこいいね。このさ、アルミでね、こういうカーブ作ったりとかね、こういうのかっこいいよね。そしてどうですね、やっぱりね、まあ今こうシート展開しますよね。はいはい、これまあ平らにしてベッド展開になるんですよ。ベッド展開になるんだけど、不満その2。不満その2。テレビの位置だそうです。テレビ、おう。うん。このテレビの位置あるじゃないですか。はいはいはい。これ、この固定なんですよ。この位置中心で。あー、なるほど。うん。で、これもうね、この位置変えられないんだって。へぇー。うん。で、これを横にずらしてもできなくて、やっぱりこう見づらい時がある。ああいうわけなんですね。で、今のなんか方から、この次の方から変わって、こう出て、こう横に、そういうこと。横にマウントが行って、ここにテレビが行くようになったんで。だからこう自由に動くんだね。ああ、なるほど。うん。はいはいはい。それを、アームがついてるっていう。アームがついて。それもオーナーさんそれにしたいっていう、言ったみたいなんだけど、はい、もうやっぱりね、もう組んじゃったらできない。できるけど、この辺、結構大きく工事しないと。うん。はいはい。できないみたいです。そこが、見てね。はいはい。まあちょっと変えられないっていうところで。中とかすごいいい作りだよね。すごいよね。ああ。中もそう。綺麗だよね。綺麗だね。これがコントロールパネル。ね。綺麗だよね。作りがやっぱりトイファクトリーさんはいいね。素晴らしいですね。じゃあ、はい、次。はいはい。三つ目はですね、後ろなんですよ。後ろ。はい。ですね。まあこれハイエース、まああるっちゃあるんだけど、でもね、やっぱりね、特になんだけど、バックドアの締まりが悪い。めちゃくちゃ。で、まあハイエース、このスーパーロングの方は結構締まり悪いんだわ。はい、悪いんだけど、それよりも悪い。こうわかる、締まらないでしょ。締まってないね。締まってないのさ。結構強くこうやんないと締まんないの。はいはいはい。で、今度この横のスライドドア、これ、開けてやったら、閉まるんですよ。なんでかわかります？気圧ですか？そう。
で、純正は、こういう棚とかついてないわけね。で、必ずこういうところから空気逃がす穴ついてる。あの、このバンパーの裏側にね。逃がすように。全車全車みんな、どんな車もそういう風に締まり悪くなるから、ついてないけど、もうこうやってさ、もう棚で区切られて、して、断熱入ったり密閉されてるから、空気の逃げがないわけ。あ、ま、その密閉率がいいっていう話、ね、そう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 。だからより締まんない。はぁ。ほんと締まんないよ。びっくりした。これ結構不便。これね、ちっちゃいストレスだね、これは。うん。まあなんか20万でオプションで、イージークローザーもつけれるみたいだけど、イージークローザーつけた方がいい。そうだね。うん。そのためだけに20万。だけどこれ結構締まんないね。特にこれ内側から締めようと思ったらもっと締まんない。ああ、なるほど。そっか、その紐だけじゃ。うん、じゃあね。うん。っていうのが3点目。そうね、やっぱオプションでつけた方がいい。オプションで、あ、イージークローザーは買うときにつけた方がいい。絶対つけた方がいいっていうオーナーさんのおすすめです。あ、俺もね、つけた方がいいって。ああ。うん。俺もハイエースとかやってるけど、コミューターとかだったらついてんのは。普通のバンはついてないんだよね。やっぱあったら全然違う。して、はい。最後4点目。これ結構ね、欠陥かもしれない。欠陥っていうか、まあ、キャンピングカーだったらあるあるかもしれないけど、これ結構重要だわ。うんとですね。このガラスあるじゃないですか。はいはい、このガラスって普通の車のガラスで外から見える普通のガラスですよ、うん。これが冬場 FF ヒーターとか使ったらめちゃくちゃ結露する。もう氷で、俺ら札幌じゃん。北海道。ね。北海道から。すごい結露して、もう、ここの窓もそうだし、今度、この横の、これも。全部全部結露しちゃうと。はい。うん。もう氷になっちゃって、もう開かなくなっちゃうぐらい結露。で、これ多分ね、まあどんなハイエースやってるキャンピングカーもガラスまで変える人いないと思うから、結露するんだけど、ちょっと反対回ってもらってもいいですか。はい。こっちは、こういう棒、断熱ガラスなんだ。これアクリルウィンドウで二重になってて、そこもう断熱入ってる。こっち側は全く結露しない。で、トイファクトリーさんも多分ね、これ考えられてると思うんだけど、反対側も、そのバーデンの一番のオプションで50万するグランデっていうのがあるんだけど、グランデっていうのにすると、反対側の窓もこういう風になるわけ。これは結露しない。バックゲートもこういう窓ついて開くように。なるほどね。うん、これは後付けとか多分できないやつだよね。うん、ね、これ後付けできないって。多分そうだよ、ね。いや、その、新車の時点のオプションでは50万ぐらいできるみたいなんだけど、今度、ついてないものに付けるってなると、内張り全部外して、やりかえなきゃなんないみたいで、そういう値段じゃ、50万以上はそれで。できなくて、まあ基本的にできないって言われたそうです。じゃあ、買うときには、付けた方がいいオプション。付けた方がいいオプション、付ければよかったっていう話をしてましたね。あ、でもね、これ車自体も900万以上するから。ねえ、まだ900万に、まあ50万のオプションって950万となるから。まあだからそこまで払ったんならもうあと50万って何のか。持ってみないとわからないよね、オプションは。まあただそれはね、冬場だけの話だから結論はね。まあ、特に北海道だからですね。っていう。こういうのを結論する。うん、フロントは、まあみんなそういう風になってないから、結論はね、するんだろうけど。ハイエースの車中泊とか多いから。そうだね。皆さんどうしてるんですかね、そういう。どうしてるの対策というか。でもやっぱり結論はしちゃう。そこまで行ったら、まあ気にないかもしれないけど、まあそういうオプションがあるんで、もしね、買おうと思っている人がいたら、まあそういうとこ見て買った方がいいんじゃないかな、ということを、オーナーさんがおっしゃってました。っていう、今日は4選でした。まあ一つ、始まり。突き上げ。うん、あと2番目がテレビの位置。うん、まあ、これはね、もう今改善されてて、新しいやつは大丈夫です。で、3つ目がリアバックドアの締まり。うん、気密性が良すぎて、締まりが悪い。これ、イージークローザーくっつけた方がいいですよ。で、4つ目は、断熱窓、があった方が結露しにくいですよっていうことでした。どうですか？ちょっと乗ってみないとわかんない。まあね、乗ってみないとか。いい話ですよ。ああ、そうだね。いや、やっぱこのハイエースぐらいのキャンピングだとね。まあ、まあね。実用的というか。まあまあまあね。あちらと比べるとね。あ、これもまあまあね。そういう私ちょっと興味ありました。なるほど。
まあ、今日はいつかコンビでやってますか。コンビでいいですよ。せっかく来てもらったんで撮らせてもらいました。ありがとうございます。馬さん、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、いつか終わりで。はい。なんか質問ありますか。ないです。あ、ないですか。今日はじゃあ大丈夫ですね。大丈夫です。はい、わかりました。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価もいただきありがとうございます。それでは皆さん、ごきげんよう。